Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 10月3日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。僕は占い師ではないので、占い師さんが出した結果を読み上げさせてもらいますね。10月3日生まれの方は、親切でカリスマ性を持ち、ポジティブで物事を楽観的に捉えることができる、想像力豊かで頭の回転の速い方です。あなたには3つの強みがあります。それは、組織をまとめる力と、大きなスケールで物事を考える力、そして自己表現したい欲求です。これらの力をうまく組み合わせることで、人生の目標を現実のものとしていけます。魅力的で洗練されている方ですので、人間関係で困ることはありません。社交的な方ですので、たくさんの人と知り合い、上手にもてなしていきます。人の目を気にする気持ちが強く、人からどう思われているのかということを重大な問題だと考えています。そのため、いつも周囲の人によく見られようとイメージ戦略を練っており、実際に良いイメージで見られることが多いようです。美しいものが好きで、色や音に対して敏感な方ですので、芸術的な分野で才能を開花させることも多そうです。ただし、自分の中に眠る才能を呼び覚まして、生かしていくためには、自分の中の怠け心と戦わなければなりません。意欲が低く、楽な方へと流されがちで、ぬるま湯に浸かってしまうとなかなかそこから抜け出すことができません。しかし、それと同時に人生の素晴らしさを体験したい気持ちもありますので、努力も期待できます。正義感も強い方ですので、自分のためよりも人のためにならば、頑張れる傾向が強く、目的を定めるときにはそのことを念頭に置いてください。一旦目標をきっちりと定めれば、そのための努力は継続できる方です。そんなあなたの裏性格は、創造性と想像力に加え、鋭い直感を持っているのですが、その豊かな才能をいかに発揮するかが人生の課題となります。生まれ持ったままの才能で生きていこうとすると、優柔不断な面が現れ、不安で自己不信の気持ちが湧いてきてしまい、才能が十分に発揮されません。こうならないためには自己表現によって自分自身の能力を強化していく必要があります。他人や環境、その場の状況に流されて、自分を見失わないように自分の目標をしっかりと意識しながら生きることが大切です。細かな点に着目してしまうと優柔不断になりやすいので広い視野を持って生きてください。全体を見つめながら広い心で生きていけばあなたの邪魔をするものは少なくなります。そして自分の才能を活かせるようになります。社交的で優しい方ですので人の立場になって物事を考えることができます。心から他人のことを思ってあげられる気持ちを持っていますが、それだけに期待が裏切られた時には失望してしまうことがあります。しかし、そんな時にも怒ってしまうのではなく、客観的に自分たちを見つめるようにしてください。そうすれば怒りの気持ちは湧いてこず、冷静に対処できるはずです。いつまでも前向きな気持ちをキープすることができれば、幸せな人生が待っています。仕事運。アイデアを現実のものに変える力を持っていますので、努力しすればした分の成功が期待できます。また、努力に対する見返りが多いほど、やる気を継続できます。そんなあなたの適職はセールスマンです。目標がなければだらけてしまいがちな方ですが、セールスの世界でははっきりとした目標を定めやすく、リターンもわかりやすくなっていますので、楽な方へと流されることなく、高みを目指して日々頑張って仕事をすることができます。セールスマンとして必要な人が何を求めているのか察する能力も持っています。鋭い直感を持っていますので、自然と人の気持ちを読み取れてしまうようです。公正で正義感を持っていますので、弱者のために戦いという意欲を人一倍持っています。そのため、法律や政治の世界を志す人も多いようです。弁護士となって弱者救済のために活動したり、政治家となり弱い者を助けられる社会を作ろうとするかもしれません。知的な面もありますので、知識欲が強ければ、教職や研究職にも向いています。社交性があり、親しみやすい雰囲気を持っていますので、接客業にも向いています。恋愛運、社交的で親しみやすく、
いつも人の輪の中心にいるような方です。人にしてもらったことに対して恩を感じ、それを忘れることはありません。普段の生活ではなびきやすい方ですが、恋人ができるとそう簡単になびくことはありません。正義感が強い方ですので、好きな人のことを徹底的に守ろうとします。守りたい相手の悲しむ顔が見たくないので、不誠実な行動もしないタイプの方です。愛情深い方ですので、多くの人に頼られますが、その全てに応えようとするのは無理があります。大事な恋人をほったらかして、他の人のために動きすぎることで、恋人からの信頼を失ってしまう可能性がありますので、注意してください。しかし、たくさんの人に頼られるということは、頼りがいのある方だという証拠でもあります。きちんと意識が恋人の方へ向いていれば、これほど頼りになる恋人はまずいません。恋人に対して忠実で信頼できる方になっていきます。魅力的な方ですので、恋人がいても周囲にはたくさんの人が集まってきます。それを許容できるパートナーを見つけなければ、二人の関係が長続きするのは難しくなってしまいます。一番大事なのは恋人だということを言葉や態度で積極的に表す必要があります。愛情がきちんと恋人に伝わっていれば、たくさんの人との交流があっても不安な気持ちにさせることは少なくできます。以上、10月3日生まれの方の占いでした。何かの参考にしてくださいね。